こんにちは、浜中仁です。今回は、シナ通史の第8節を読みます。シナ通史巻の1、中道代編、主編総論第1章、地理概略。8節、直令省の東北一部を満州という、災害にありといえども、新朝直轄の地いたり。まあ、これ新朝は満州族の国家です。自分たちの発祥の地ですので、まあ、直轄の地ということですね。清渓、吉林、黒竜江三省を置く。これを東三省という。朝鮮国は満州の南にあり、東海日本海の間に突出し、北は、都門校長白山をもって吉林省に対し、西北は、王緑江を隔てて、清渓省に返す。南端我が方に近接し、対馬島を隔つる直径わずかに15里なり。もう一度読みます。地図と原文と参照して、お聞きください。シナ通史巻の1、中道代編、主編総論第1章、地理概略。8節、直令省の東北一部を満州という。災害にありといえども、清朝直轄の地いたり、清渓、吉林、黒竜江三省を置く。これを東三省という。朝鮮国は満州の南にあり、東海日本海の間に突出し、北は都門校長白山をもって吉林省に返し、西北は王緑江をもって清渓省に返す。南端、我が方に近接し、対馬島を隔つる直径わずかに15里ない。ということで、この市内の一部に朝鮮も含めていると考えることができます。まあ、この市内通史ができた頃にはですね、朝鮮は新国を宗主国としていたので、まあ、そのように市内の一部だと見なされていたんだと思われます。最後までご視聴ありがとうございました。